どうも皆さんこんにちは。リンクス犯罪取締課課長のリュウです。本日はコナミ社を提訴したいと思います。提訴の内容を読み上げます。今すぐにスターブラストを禁止化せよ。今すぐにスターブラストを禁止化せよ。こちらです。コナミさん、なぜこんなカードを考えもなしに追加してしまったんですか。聞いていますかコナミさん。コナミさん、覚えていますか。デュエルリンクスにはスキルという概念が存在しているんです。覚えていますか。あなた方が作ったシステムではないんですか。悪用されることが予想できなかったんですかコナミさん。なぜこんなカードを実装してしまったのですかコナミさん。僕らは悲しんでいます。聞いていますかコナミさん。今すぐに禁止してください。今すぐにです。こんな動画見てる暇があったら今すぐに会議を開いてください。できる限り早くです。 ASAP です。コナミさん、自分でゲームを作っては自らそのゲームを壊す、あなた方は何がしたいのですか。コナミさん、僕らは悲しんでいます。デュエルリンクスは神ゲーです。どうかご検討をよろしくお願いいたします。はい、というわけで、ちょっとふざけたオープニングになってしまったんですけども、今日ですね、このスターブラストというカードのヤバさをお伝えする動画と、なっております。リンクスにはですね、スキルという概念がございましてね、これがまあ常に悪さをしては規制と、これを繰り返しているわけなんですけれども、今回のね、このスターブラスト、あまりにもヤバすぎますね。これはね、何を考えて実装したのかと意味がわかりません。能動的にライフを減らせるカードなわけですよ。これ、このカードね。効果は500の倍数のライフポイントを支払って、自分の手札フィールド上のモンスターを1体選び、そのモンスターのレベルを短視路地まで、500ライフ、につき1つ下げるという。まあそういうカードなんですけれども、あのね、リリースして4年も経つ、今になってもこういうカードがどんがやばいのかっていうのが、そのコナミが分かってないっていうのが僕は信じられないんですよね。そのコズミックサイクロンとかどんだけ強かったか分かってないのと一緒で、このカードどう考えてもやばいだろうって見たら分かると思うんですけども、例えばですね、パズルの封印というスキルありますよね。まあこちらも先行でこのパズルの封印するためにスターブラストでなんか上級モンスターのレベルを下げてパズルの封印をすると、まあこれスタブラブラマジとかでもやりましたけど、先行でパズルの封印ができるんで、スキルを発動することによって相手はもう効果モンスターを一切プレイすることができなくなるんですよ。つまりですね、先行制圧、完全先行制圧ってやつです。相手は何もできずに負けていくってことですね。それから例えば池お邪魔どもっていうスキル、こちらも同じで先行でスターブラストを利用することによってスキルを発動し、相手のフィールドにお邪魔トークをねバーッと埋め尽くして、デッキによってはもうこの時点で詰みとなるわけですよ。つまりですね、こういった使い方をするいわゆる先行完全制圧型のデッキがたくさんできてしまうんです。こんなデッキがたくさんできてしまうと駆け引きなんてものは存在しません。じゃんけんです。じゃんけん、先行取ったら勝ちです。遊戯王はじゃんけんだとよく言われますが、まさにその通り、お金と時間をかけた高度なじゃんけんゲームになるんですよ。それが今の遊戯王デュエルリンクスです。デビルフランケンはなぜ規制されるようになったのか、なぜ自分たちでデビルフランケンを規制したのか、今一度理由を考えていただきたい。ぜひ早急な対応をよろしくお願いいたします。コナミとデュエルリンクスが大好きなしがない実況者リュウでございました。